本日はロストジャッジメント裁かれざる記憶で現在配信中のダウンロードコンテンツユースドラマ充実パックの魅力を開発のお二人にご紹介いただきたいと思います。はい、ロストジャッジメントディレクターの伊藤です。はい、アクション担当の折原です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。早速なんですけれども、伊藤さんに今回のユースドラマ充実パックがどのようなものなのかご紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、ロストジャッジメントはですね、八神と高校生の交流をミニゲームとドラマをセットで描くユースドラマというコンテンツが入っておりまして、このユースドラマをより楽しめるようになるセットがこちらのユースドラマ充実パックになります。はい、中でもですね、目玉として、追加のバトルスタイル権威が使えるようになっておりますので、今日はですね、この新しいバトルスタイルを、はい、アクション担当折原のスーパープレイでご紹介したいと思います。あ、楽しみ。なおですね、デジタルデラックス版やシーズンパスにはこのコンテンツが含まれておりますので、すでに購入された方はもうプレイ可能となっております。はい、では早速折原さんに実機プレイでご紹介いただきたいと思います。プレイではお願いいたします。はい、はい、ではまずはダンス部から行ってまいりましょうかね。はい、ダンス部のダウンロードコンテンツの内容を伊藤さんご紹介いただいてもよろしいですか。はい、まず一つは追加の衣装ですね。はい、スクールという、制服が追加になっています。はい、でもう一つは EX 振り付け、はい、これもスペシャルな振り付けが追加になってます。スペシャルな振り付け、はい、いいですね。女の子たちはセーラー服になって、あ、はい、いつものじゃないですか。あれ、褒めない。今回そのダウンロードコンテンツ追加になったスペシャルな振り付けも入れていただきつつ、かっこよく決めていただければなと。お、来ました。早速。何をしてもいいです。最高。何をしても大丈夫です。またテンポを合わせてですね。かっこいいですね。かっこいい。まずスペシャルありますよね。そうだね。うん。お、来ました。ここでゲージを加速。グリーン近づいてますよ。これいけますよ、多分。あと1個使わないうちに待ちることも。お、やべやべ、頑張れ。いけましたよ、多分。かわいいですね。矢上さんが作る文章は新鮮でめちゃくちゃいいですね。いいですよね。これはクリアいったじゃないですか。すごい。俺も進化している。伸びしろを感じます。伸びしろ。振り付けめちゃくちゃかっこよかったですね。そうですね、うん、はい、私にはそれを見る暇がなかったですけど。はい、では次ロボット部は伊藤さんにプレイしていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ロボット部はですね、はい、追加のロボットが MB5000 スプレマシーという、こちら特徴はですね、コストがすごく安いんですね。本当だ。はい、なのでまだロボット部あまり進めてないという方でもすぐに使えることができて、しかも相手の陣地の上を減速せずに移動できる。大事。本当に遅くなるのが大変なんですよ。はい、リーダー機だけがこの MB5000 を使って最強の敵に。結構強気なスタンスでいきますけど、はい、いや、これは楽しみですよ。もう1対3みたいなところありますよね。これそうですね。やってやるぜ。相手の陣地が増えてきてから強さを発揮する機体ですので、まあ最初は、よし、たまるか。あ、いいですね、仲間が今取ってる。たまるか。お、なんか全然いけそうな。相手の陣地やっぱ遅くならないのがめちゃくちゃいいですね。よし。あ、なんと、まだいける。決勝の相手やっぱ強いですからね。そうですね。あ、大丈夫。よし。よし。さすがすぎる。逆転、はい、勝利。相手の陣地が増えてからでも全然逆転勝利が可能という。そうですよね。やっぱ相手の陣地が増えると、はい、その相手の陣地の上に乗って移動しなきゃいけないのが、今回それがもうデメリットがなくなるというか。そうですね。それがすごい大きいかなって思いますし、そこから来たのかなって。はい。もうにっこりです。はい、皆さんもぜひ使っていただければと思います。はい。
はい、次は暴走族を織原さんプレイで見せていただきたいと思います。はい、では始めます。はい、ということでアメリカンバイクありますよね。これが今回の DLC で。でかっ、はい、これ大きいですね。かっこいいですけど、さらにカスタマイズで、はい、すごいことね。すごいことで、すごい予約に乗っ取って、あーもう性能がもうほぼ限界値近くまで全部バランスよく上がってますね。お値段は高いんですけど、その分すごく性能は高いので、はい、はい、爆速で爆速で行きましょうかね。こちらも DLC に入ってるアーバン、アーバンコースですね。アーバンなんです。アーバンなんですか。アーバンですね。走っていくとこう開けてくるアーバンが見えますので、アーバン見えるとこまでは行ってくださいそうです、ちょっとアーバンたるゆえんをね、行きたいと思います。はい、乗ってる姿もやっぱりいかついですね。機体が大きくなってるので、もう安心感はありますよね。あ、そうですね。事故っても自分は傷つからそうな感じ。うわあ、すごいすごいすごい。マックスでしょ。まずい。お、来た。来ましたね。レースレース始まりました。すげえな。こっちはもう3溜まってるので。さあ、これでこのまま順調にいけば、劇的な、はい、これあの背景もちょっと見てもらいたいあ、そうだ、アーバンでした、アーバンでした。はい、港未来の夜景がめちゃくちゃ綺麗ですよね。どうですか、このアーバン、アーバンですよ、これが。多分でもクリアしてる方としては右下見ちゃいますよね結構難しいコースだと思うので、何回もトライして余裕が出てきたらアーバンを見ましょう。おっ、いる、いけすごい。いやー、なんか達成感がすごいですね。よかった。よかった。まさか最初のプレイで勝てるとは。あれ、あれおかしいな。あれ編集されちゃった。はい、では最後にボクシングジムのダウンロードコンテンツで遊んでいきましょう。プレイは織原さんです。はい、通常は等々力ボクシングジムの人たちとやるっていうところなんですけど、はい、このダウンロードコンテンツをゲットすることによって杉浦、はい、東、海斗、この3人とやり合えるという、ある意味ドリームマッチですよね。そういうのができるようになります。懲戒文とかも一人一人、はい、ボクシングジム通ってたのとかで、通ったことあるって、これあのサウスポーじゃないですか。はいはいはい、はい、実はこのクロス右利きなんですよね。え、そうなんですか。それで左に構えることで右が強くなるっていうような設定で僕らが用意してますご尊顔を、それほどぶつぶしちゃろうとそんなこと言わないでください。あれ、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 次はない叩き込んでいきます。デイあれあ、あ、あれこれは OK でしょ。OK 杉原くんの強さが、はい、皆さんにお届けできたかと思いますけど、ちょっとまあむしゃくしゃするんで、そうですね、はい、ちょっとあの野に出てちょっとあの一斉交えてこようかなと思いますね。では使っていただけるのはバトルスタイルで追加された、そうですね、ボクシングスタイル権威で、これも結構待望の声大きかったですけどね。プレイしてくださっているユーザーの皆さんもすごく権威スタイルで楽しんでくださっている方が多いみたいで、ボクシングでのジムで覚えた技を習得するとここでも、アンロックされるという、この辺ですかね。ケインのあれですよね、 BGM もかっこいいですよね。そうです、私も切り替えた時に、おやる気が早い、うわ気持ちいい、見てて気持ちいい、触り心地が結構違う、あギリギリ大丈夫、ギリギリ大丈夫でしたね、ま、出血止まりましたけど、カウンターが持ち味ですから。あ、いいですね、決まりました。あの上田さんがね、あの上田さんが、そうですね、上田さんが赤く燃えてくれれば、ケイン、お、来ました、モータルリバーサル、赤く、赤く燃えろ、来たよ、おー、最高のフィニッシュ、素晴らしい、あぶねーですよ、あぶねーでしたね、ミリで、いや、まさかあそこから倒せると、さすがやっぱり織原さんでね。あ、でも避ける力もあって、カウンターもあるから、まあこういう逆転っていうのも狙って楽しむ、このスタイルの良さかなと思いますね。はい、はい、以上ユースドラマ充実パックをご紹介してきましたけれども、結構なボリュームで開発も大変だったと思いますが、それほどもう情報出た時から待望のユーザーさん多かったですからね。私も DLC 全部遊んだんですけれども、全部楽しい。さっきの権威のあのスタイルもそうですけど、まあ、杉浦くんをボコボコにできたりだとか新しい衣装で踊れたりとか、もうすごいボリューム、もう大満足のものになっているので、皆さんもプレイしていただけたらと思います。本日は伊藤さん、織原さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました